こんばんは。管理者の北海道新聞岩本と申します。はい、よろしくお願いします。本日は加盟者以外に千葉日報の石井さん、IWJ の奇跡さん、ニコニコニュースの平田さんが、オブザーバーで参加されております。冒頭大臣から何かご発言ございましたらよろしくお願いします。はい。この度文部科学大臣を拝命いたしました松野博一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど官邸で行いました記者会見と内容的にダブルかもしれませんが、改めて皆様方に就任にあたっての思いをお話をさせていただきたいと思います。就任時安倍総理の方からですね、教育政策、科学技術政策は安倍内閣の最も重要な施策の一つであるというご指示をいただきました。しっかりとこれらの政策を進めるようにということでございますし、私自身現在当選6期16年が過ぎましたけれども、今までですね、文部科学部会長、また文部科学副大臣、文科委員長、教育再生実行本部代行等々のですね、教育政策に携わってまいりましたし、私自身としては教育政策は政治家としてのライフワークであると考えておりますので、今回文科大臣に就任しましたことは大きな喜びでもございますけれども、一方で責任の重さを痛感をしているところであります。その中においてしっかりとこれらの課題について取り組んでまいりたいと考えております。これはもう全般にあたることでありますが、特にですね、前長谷大臣、下村大臣の下で、大きな改革が進められました。この改革をしっかりと仕上げていかなければなりません。そのために重要なことは、それに対応するですね、現場の環境づくり、良質ともにですね、これを進めていかなければならないということでございまして、まさに教育現場、科学技術研究の現場の現場力を高めていかなければならないと考えております。で、2つ目は、各家庭のですね、教育費負担の軽減についてでありますが、この教育費がですね、各家庭においては大きな負担になっているということでございます。教育政策もありますが、合わせてですね、社会政策としてもこの教育費負担の問題というのは今大きな課題となっております。皆様方ご承知の通り、家計収入が400万円台でですね、高等教育進学率に大きな差が出ているという状況でございますし、日本は OECD 諸国と比較をいたしますと、現状決して高等教育進学率が高いとは言えない状況の中にあります。どんな環境に生まれてもですね、その生徒児童子どもたちがその思い志能力においてですね、希望したときにしっかりと高等教育が受けられるような条件整備を進めていくことは、これはもう未来の日本への最も効率的な重要な投資であると思いますし、何よりも教育の一番の本質であります個々の生徒児童のですね、可能性を最大限に引き出すという教育政策の目的に合致をすることと考えておりますので、ぜひ給付型奨学金をはじめこれらの政策に推進していきたいと考えております。給付型奨学金に関しましてはですね、特に選挙におきましても与党としての公約として掲げさせていただきました29年度の概算要求の中にですね、給付型奨学金の具体化に向けてしっかりと形を作っていこうと、そういう思いで今協議を進めている状況でございます。で、3つ目として、これから未来にわたっての日本の繁栄と安定を確かなものにしていくために最も重要な力というのが科学技術
であります。この川崎技術もですね、まあ、すでに5カ年計画等で26兆円の総額を提示しつつ、まあ、AI をはじめとした各種研究開発等が進められているわけでありますけれども、まあ、これをですね、しっかりとこれからも確実なものにしていかなければならないと考えております。教育科学政策は広く広範なものでありますけれども、今就任にあたりましてですね、特に私としてはこの3点に関して力を入れつつ進んでまいりたいと考えております。以上でございます。ありがとうございます。もう一問すみません。ご自身のホームページで教育のあるべき姿についてですね、社会に参加するための基本となる知識やルールを身につける教育が大事だと書かれておられましたが、大臣の教育観についてもしお話しいただけるならお願いいたします。教育観というのはなかなか一言でというのは難しいものでありますが、まあ、先ほど申し上げた通りですね、第一義的には個々の生徒児童の能力と個性を最大限に発揮できるものをですね、教育によって、まあ、与えていくという表現がいいかどうか分かりませんが、まあ、その条件をしっかりとクリアしていくということだと思います。まあ、もう一点はですね、まあ、同時にこれは良き社会人を作るということも、これ教育の大きな目標でございます。まあ、この良き社会人というのはですね、まあ、個々の、もちろん社会参加の問題もありますけれども、まあ、そこにある日本人としてのですね、まあ、全員の機会創出に向けてその環境づくりに大きく寄与するものだと考えておりますので、まあ、この2点が私の基本的な教育観でございます。ありがとうございます。もう1点だけですいません。リオ五輪のパラリンピック開幕を時間に書いておりますが、リオの方には行かれるご予定はありますでしょうか。明日リオに向かいます。このリオに関してはですね、もちろん開会式に参加をするという目的もございますが、スポーツ大臣会議、これは日本でも予定をされておりますけれども、それらに向けて各国のスポーツ担当大臣とのですね、関係構築も目的として行ってまいりたいと考えております。リオに対するご期待、ちょっと一言もしございましたらよろしくお願いします。それは日本人選手がですね、個々の能力を最大限に発揮して、素晴らしいパフォーマンスを発揮をしていただければいいなというふうに考えております。ありがとうございます。各社さんどうぞ。どうぞ。労働通信の大根と申します。よろしくお願いします。大臣、先ほど教育現場の、現場力を高めたいとおっしゃいました。具体的にまず最優先で取り組みたい政策があれば教えてください。まずご承知の通りですね、教育現場状況が複雑化をしてきておりますし、教育現場に要求される社会的なニーズ、これも高まっております。その中においてですね、まずは寮の問題から言えば、まあ、ちょっと教員の皆さんの定数を寮という表現が適切かどうか分かりませんが、まずは教員定数の問題についてはですね、取り組んでまいりたいと思います。平成17年以降ですね、法定化された根拠によってですね、教員定数が決めていくということにはなっておりません。予算措置上の問題になっておりますが、一定程度これは法定化した中において、教員定数が計画的に改善される状況というのを目指していかなければいけないと考えております。でもう一つは教員一人一人の質の向上、指導能力の向上ということかと思います。小中学校にもですね、新しい科目が導入をされてまいります。そういった中においてですね、教育現場においてアクティブラーニング等も今導入が進められるということでございますが、これらに向けての研修等も必要になってまいりますし、次期国会の提出法案に関しては、今後ですね、関係各所と協議をしなければいけませんが、教育公務員特例法の中においてですね、教員の養成、カリキュラム、まずは
教員として必要とされる指標の明確化ということがございますが、その後教育現場に立った人のさらなる向上を目指した研修等も含めてですね、この教徳法を仕上げていきたいなと考えております。どうぞ。日本経済新聞の話ですけれども、高速増殖炉文書についてお伺いしたいんですが、前大臣は基本的には再稼働を前提にして政府間の調整を進めて8月に方針を出したいということをしていたかと思います。ただ一方で中には廃炉にしてはどうかという議論があるのも事実だと思います。改めて前大臣の方針を踏襲するのか、改めてゼロベースでですね、廃炉も含めて見直す考えがあるのか、この辺お伺いさせていただきます。厳重においてですね、私は、文殊は核燃料サイクルの研究施設としては基幹的なものであるというふうに認識をしております。この問題はですね、まずは日本のエネルギー政策をどうしていくかということもございますし、合わせてですね、今日だけでなく100年後200年後を考えたときに、エネルギーの研究開発をどう捉えていくかという視点も必要であるかと思います。もちろんその前提としてですね、安全が確立をしているということがもうこれはもう大前提でありますけれども、現在ですね、長谷前大臣の下でですね、次の文殊の運営の主体に関してですね、特定に必要な条件が提示をされていると承知をしております。一日も早くですね、関係省庁と協議をし、運営主体を特定をしてまいりたいと、そう考えております。科学新聞の中村と申します。大臣、未来のために科学技術が重要だと先ほどおっしゃられたと思うんですけども、一方で日本の大学ランキングが低下しているだとか、あるいは論文の相対的引用度が下がっている、そういうふうな全体的に日本の全体的な科学技術力が低下しているような状況にある中で、大臣としてはどういうところにですね、力を入れていきたいとお考えでしょうか。今日本のですね、科学技術レベルが全体的に低下をしているかどうかということに関してはですね、様々な評価があるんだろうというふうに思います。基礎研究分野においては日本は相当世界的にもですね、認められた研究成果を出しているんだろうと思います。確かに大学においてのですね、大学ランキング等も含め、評価に一定の問題があるということはその通りだと思いますが、まずはですね、大きく言ってしまえば、基礎研究の分野というのはなかなか民間では取り組みづらいところでありますのでですね、国公の機関が進めるべきものとしては、基礎研究を中心に進めるべきかと思っております。どうぞ。道徳教育を一つお伺いしたいんですけども、大体2年前の衆院選の毎日新聞の政策のアンケートでですね、道徳を評価、子ども評価というのは賛成ですか反対ですかという質問に、反対というふうに回答されているんですけど、なぜそれに反応されているか理由を。これ新聞アンケートがですね、皆さんプロだから分かる通り非常に短い時数の中で道徳の評価をすることが賛成ですか反対ですかと言われればですね、一般的な意味において相対的な評価をするものではないと、ふさわしくないというふうに考えているということであります。で、現在進められている道徳教育はですね、他人と比較をする相対評価をするという性質のものではありません。それは個々の個人の生徒児童の中においての成長をしっかりと促していこうということで、個人内評価というワーディングはですね、文科省が使っているワーディングでなかなかちょっと分かりづらいかもしれませんが、まさに子どもたちのその成長に資すると
という意味において道徳教育の必要性は感じておりますし、もちろん事柄の性格上ですね、これを、まあ、評価をして入試等の何らかの評価に用いるという種のものではないというふうに考えております。先月の全国会議ですね、今大臣もおっしゃられている方針が決まっているも出ているんですけど、それについてはそうすべきだと考えております。はい、はい、朝日新聞の高橋と申します。15日終戦記念日ですけれども、近く15日含めて靖国神社に参拝されるお考えはありますか。それは個人の信仰上の問題でございますから、まあ、適切に判断をしたいと考えております。どうぞ。地方機関の政府機関のご意見というのがしたいんですけど、前大臣、大臣のことで、国立近代美術館工芸館の伝わり点というのがですね、8月までに一定の結論が出るというところがありました。8月の8号目まで来たというふうな発表もあったんですが、大臣に交代したことで、発表になるということはないと思いますけど、大臣は政府機関どういうふうに考えますか。どういう考えをですか。一点に関してですか。文化施設をはじめですね、そういった公的施設が地方に移転をすることによって、地方も活性化ができ、かつ今東京に置いておくよりもですね、さらにその地方に動かすことによって、成果が上がるというものであればですね、それは積極的に移転をすべきだと思います。ただ今お話になったものは直接的に国会対応が必要な施設ではありませんが、長谷大臣が積極的に進められている文化庁等を考えればですね、一つは前提として国会対応の機能がそれによって存ずることがないことと、先ほどの繰り返しになりますが、そのことによってさらにその文化庁の機能がアップすることを目標にですね、進めていただければと思いますし、現状においては数年内に全面的に移転という方針であることは承知をしております。今お話をした2点をしっかりとクリアしながらですね、しかしこれは大きな問題でありますから、すでにさまざまな検証も進められておりますが、そういったものも踏まえて段階的になされればと考えております。日本農業新聞と申します。秋の臨時国会でですね、TPP が焦点の一つになったと思うんですけれども、閣僚の一人としてどのように対応されていったのか。文科省の所管としては、著作権法を中心とした分野になっていくんだろうというふうに思います。基本的にはですね、私は TPP は日本の発展に寄与するものだというふうに考えておりますが、その著作権に関する問題はですね、個々各国の事情のある中で進められているものでありますから、しっかりとそれは日本の今までのですね、現状において適正と思われる範囲の中においてですね、すでに交渉の段階でそれがなされているというふうに考えておりますけれども、その TPP にはその実現に向けてですね、推進をしてまいりたいと考えております。 IWJ の奇跡と申します。よろしくお願いします。自民党が先の参院選の際に学校教育における、政治的中立性についての実態調査という、調査方法の一部で密告サイトなどと呼ばれたようにおりましたが、これについて党議会で、内容を精査し、場合によっては文科省に対応を促すとされています。今後政治的中立性を文科省が判断する事例も出てくるかと思いますが、松野新大臣、この、どのようにお考えでしょうか。例えば安保関連法や、憲法改正を批判的に検討するということが政治的中立性を逸脱するというふうにお考えでしょうか。第一義的にですね、これは政党の政治活動の一環でございますから、その政党の政治活動の一環に関して、今日から行政
側に私は立ちまして、文科省を代表する立場にありますので、その政党活動に関して、言及は控えさせていただきたいと思います。ただポイントとしてはですね、これはそのものがある種強制性を持ってなされているかどうかというのは、おそらく大きな判断の基準になってくるんだろうと、個人的には考えております。よろしいですか。はい、共同通信の記事、下村大臣、副大臣と大臣補佐官というのをずっと置いておきました。今日は閣議で鈴木補佐官の任を命ずるか特区ということもありましたが、大臣の補佐官に対するお考えというか、置かれるか置かれないか、鈴木補佐官を継続するのか、そういったところの考えはあるでしょうか。鈴木補佐官にはですね、私野党時代随分文科委員会で論戦を交わしました。極めて優秀な方だと考えておりますので、ぜひ今後の文科行政に関してもですね、ご貢献ご活躍をいただければと考えております。それでは今日今私自身が就任したばかりでありますけれども、先ほど申し上げた通り極めて高い評価をしている中においてですね、ぜひご活躍をいただきたいというふうに考えております。はい、NHK の鈴木と申します。科学技術についてお伺いしたいんですけども、先ほど質問にもありましたけれども、日本は科学技術がかなり強かった時代がありましたけれども、今他国が持っていてですね、総裁会が集まっていることもあります。やはり大臣にとって、その日本にとっての科学技術ってのはどんなものだであるのかというお考えとですね、やはりそういった意味で日本の科学技術力というのは今後どうしていかなきゃいけないかというふうに考えていらっしゃるか、そのお考えをお願いします。先ほど、冒頭申し上げたことの繰り返しになりますが、これはもう日本の未来に向けての繁栄とですね、安全確保に向けて科学技術というのがその基本となるものだというふうな認識をしております。科学技術もですね、これさまざまな分野にわたって日本が強い分野、なかなか日本が国際競争力を持ってない分野等あると思いますが、私も科学技術の専門家ではありませんので、実際じゃあ次どの分野にですね、集中をしていったときに一番公的支出としてのパフォーマンスが発揮できるかというのは、今この時点においてはですね、この分野をという特定をすることはできませんが、それは文科省の中にもですね、専門家多くおりますし、外部の方々の知見もお聞きをしながらですね、より効率的な科学技術に対する投資を考えてまいりたいと思います。どうぞ。日経新聞の鈴木と申します。大学入試改革を含む高大適用改革についてお伺いします。2020年度などというスケジュールが示されていますけれども、基本的にこの考えを踏襲するのかということと、現場からはなかなかややちょっと見えないという声が出ているかと思うんですけれども、その点についてどのように今後対応されていくとお考えでしょうか。2020年の時期にですね、新しい大学入試の制度を実施をするということを前提として今考えております。今ご指摘があった通りね、もちろんこれは現場に混乱を出しちゃいけませんから、現場の方々のご意見をよくお聞きをし、で当然2020年の実施にあたっては技術的なテクニカルな問題もございますので、それでもしっかりと詰めながら2020年の実施を目指して進めてまいりたいと考えております。教育新聞の話を申します。教育現場いろいろ多忙化が呼ばれている中でですね、教育現場の教員に向けて一言お願いしています。私は日本の学校のですね、教員の方々は大変頑張られていると思っております。尊敬をしておりますが、しかしその教員の皆さんのですね、長時間労働によって今教育現場が支えられているということは、これは持続性に疑問があるんだろうというふうに考えております。これ小中高それぞれの
学校段階において全ての先生方がですね、全ての段階の先生方において多忙感をお持ちだというアンケート結果も出てきておりますんで、今まで文科省内のプロジェクトでですね、この教師の多忙解消に向けてさまざまな提言も今出されておりますんで、それを一度しっかりと検証しつつ、小学校においては専門科目、英語でありますとか、体育でありますとか、そういった専門科目に対する教員配置の提言もあります、そういったこともですね、学習効率を上げることにも寄与しますが、一方で日本の場合は授業時間数自体が海外と比べて多いということよりも、授業時間以外の部分において例えばその教師自身がですね、授業を進めるにあたっての研修であったり、地域対応であったり、そういった部分に時間を取られているということがありますから、そういう部分にも、寄与できればなというふうに考えておりますし、中学校等ではですね、特に部活動の問題があって、この部活動というのは教育効果としても大変高いものでありますし、コマ数で考えると、部活をコマ数で換算してはいけないのかもしれませんが、事実上ですね、1週間1月の中で最も長い時間生徒が携わるというか、関与するのは部活動に今なっております。ですから、教師の多忙解消の問題、また生徒にとってもですね、今の部活動のありよう時間数が適切なものであるのかも踏まえて、もちろん前提として部活動の高い教育効果を認めた上でですね、部活動のあり方に関してもさらにちょっと検討をしなければなという考え方を持っております。では、ありがとうございます。じゃあ皆さんよろしくお願いします。